世紀の作曲家ではしばしば自分の個性を最大限に発揮することのできるジャンルに特化するということが起きます。例えばショパンはほとんどピアノ曲しか書きませんでしたし、初期のリストもそうでした。それに対してフランスのベルリオーズはオーケストラ曲しか書かない人でした。また舞台作品ばかり書いたのはヴェルディやワーグナーであり、またオーストリアのブルックナーは交響曲に特化した作曲家でありました。19世紀の作曲家にとってはまたローカルカラーというものも自分の個性を主張する有効な手段となります。18世紀までの作曲家は出身国に関係なくあらゆる国のスタイルで曲が書けなければなりませんでした。少なくともイタリア風、フランス風、ドイツ風という3つのスタイルは完全にマスターしていなければいけなかったわけで、バッハにしてもヘンデルにしてもモーツァルトにしてもこれらを自家薬籠中のものとしておりました。それに対して19世紀に入りますと、各国の作曲家が自分の国の民族色、ローカルカラーを思い切って前面に